どうもこんばんは、NMです。今回は月明かりに佇むフクロウ長久を、こちらのパーティーでやっていきたいと思います。僕の週末有馬、メインクイーン系イグザフル覚醒にサブ SSR 新たというか、僕のパーティーのサブクイーン系には全て SSR 新たで、週末にイグザフル覚醒、断罪に鳴神フル覚醒、平子に、なごみですねのフル覚醒です。多分フレンドさんも、イグザフル覚醒させてるのかな、これはわかんないですけど多分させると思いますね。イグザフル覚醒に、新た SSR 新たです。さあやっていきましょう。すげえな、これなんかもう捜査官パーティーでもう結構フルに使った感じだから。いやー、このクエストも久しぶりですね。ほとんど記憶ないけど1回しかやってないんじゃないかな俺。いまいちイグザ使いこなせてないけど、これやっぱ触ってなかったらダメか。ダメだよな。始めよう。ちょ、これ後で使おうか。やっぱ捜査官ってこうなんか捜査官が密集してるとこにこう一匹突っ込ませてなんかこう捜査官連携をするとさ、すげえなんかアニメっぽくて好き。相手をしてやる。あのイリミさん倒すとことか結構グール連携っぽいなって思いながら見てたから。いや、マーカーつけてねえんだよな。これあれなのかな、イグザで接触した敵にマーカーをつけるって、接触した後にマーカーをつけるのか、このなんか接触させた後にマーカーをつけるのか、なんか何そのスキルを使っといてから接触するのか、どっちなんだろうな、よくわかんないですけど。私の片腕を奪った青年はいないのか。あー強えな、普通にもうフリ属性でこんだけ削れんのやばいな。キャラのインフレもだいぶ進んであれですね。じゃあイグザでこれ死ぬんじゃないかな。遠隔起動ザン、あ死んだ。あー強えなイグザ、やっぱイグザで倒しちゃうとなんか突き抜けるあれがね、ニョキニョキがちょっと見えないから残念なんだが。この破損率、代わりのクイーン系。はい、ということで月明かりに佇むフクロウ長久を、なんかもう本当になんかいじめみたいなパーティーで、攻略してきました。でまた復刻回っていきたいと思います。お疲れ様でした。